안녕하세요こんにちは。今回のはこれラッキョ、これ赤ピーマン、これだけで作ります。まずはこのピーマンを薄くこういう感じでスライスして、こういう感じで切ってください。はい、切ったピーマン、パプリカを入れてください。こういうふうにパプリカ、ピーマンを、赤ピーマンを切って、その後は市販で売ってるこのラッキョ、ラッキョを全部入れてください。これは保存食ですから、こう長持ちします。こう一回すくって、まあゆっくり冷蔵庫に入れて召し上がればいいです。これを今回あのそのままでもいいんですけれど、韓国式でキムチ、ラッキョウキムチをちょっとアレンジして作ります。はい、こういうふうに市販で売ってるらっきょう、これも基本的に味は知ってますけど、これに韓国風にちょっとアレンジしながら味付けします。これ韓国のタシタ、日本のかつお節のタシタ入れてもいいです。あとはこれおろしニンニク、ニンニクもちょっとたっぷり入れます。唐辛子入れます。お砂糖、お砂糖もちょっと多めに入れます。もうこれで OK です。あと混ぜて作るだけです。はい、美味しくできました。こういう風に瓶詰めか、こういうタッパーに入れて冷蔵庫に保管してください。こうなると匂いとかはしないから、こういう方に入れたらいいです。